はーい。降りてきて。なんで？いいから降りてきて。下で待ってるから。え、なんだ。とりあえず降ります。なんでいるの？なんで外にいるの？今日撮影じゃん。え？撮影じゃんだって今日。いやいや。今日はね、僕が青木かのんさんをエスコートします。待って。あ、これ渡る？そう、準備した。カメラ回し合いごっこじゃないから。お。てか、なんでスーツなの今日。いや、この後よくわかるし、行けば。なになに？よっしゃ、行こう。はい。ん？私をどこに連れて行くの？ドラマ見てた。いや、ついてからもう楽しみだろう。あんなん言っちゃったらダメだよ。サプライズだっけ？サプライズ？え？うん、あ、じゃあ分かった。どこだか当ててみ。どこでしょう？牛角。惜しい。惜しいの？惜しい。マジで？食べたいんだよ、でも牛角ね。うん。うん、最近久しく行ってないもんね、二人で牛角ね。行ってない、行ってない。うん。まあ、着いてからのお楽しみってことで。到着するときに、ちょっと目隠ししてもらうから。それまでちょっとリラックスして。リラックスできないでしょこの状況で。到着する間際になったら目閉じてもらうから、それまではリラックスでお願いします。え、これ渋谷じゃん。渋谷だよ。ちゃんと渋谷の牛角。そうだよ、惜しいけど違うんですよ。もうそろそろさ着くからさ目隠ししよっか。いや全然ダメ、指ドリル目隠し。それお爪綺麗だでしょ、うん、これは。え、もうちょっと。それじゃダメだね。やっぱ手じゃダメだから目だね。はい。あ、なんか暗くなった。おー、いい感じ。え？え、ちょっと待って、怖くない？なんか暗いんだけど、目開けちゃうよ。ダメダメダメ。まだ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 。じゃ、カノさん、このカメラを持ってください。このままでね。持ってて。うん。じゃあ。今から中に入ります。はい。はい、頑張って。はい。え、何が始まんの今から。両手にカメラってやばくない？超変態じゃん。え？え？足元気をつけて。行くよ。手引っ張るよ。いいよ。ゆっくりでいい。うん。中に行って。え、怖い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 。柔らかい。ふかふかしてる。ね。怖いよ。何されるんだよ。ここでいいかな。はい。止まってください。はい。目を開けてください。何ここ。え、今日のために予約しました。カノさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。どうしよう、これ普通に今も渡せないかな、これ。じゃあ後で。え、受け取った方がいいよね。あ、そうだね、受け取ってほしい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきました。これからもね、一生懸命隣で支えていくので、夢を叶えていく姿を隣で見られることが僕の幸せです。なのでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、ちょっとね、バラ以外にももう一つあって、はい、今日は人生初の手紙を書きました。読んでもいいですか？はい。めっちゃ緊張すんな。カメラちょっと持ってもらってあれなんだけど、読みます。誕生日おめでとう。今回お祝いが遅れてしまって本当にごめんね。実は生まれて初めて手紙を彼女に送ります。少し照れますが、今日はこの素敵な日に思いを一生懸命伝えるので変顔せずに聞いてください。学生時代ぶりに都内で再会した際の印象を僕は今でも鮮明に覚えています。
とても横顔が綺麗で胸がドキドキしたことを今でも忘れていません。楽しかった時間はあっという間に過ぎていき、次第にあなたに夢中になっていました。また今では恋人としてだけでなく、まあ、YouTuber として活躍している姿、スタンスに対しての、尊敬の面も大きくあります。これからたくさんの障壁にぶつかることがあると思います。ただ、あなたが辛い時、くじけそうな時に僕はいつも必ずそばにいます。二人ならではの幸せをこれから一緒に模索して気づいていきましょう。またる夜。ありがとうございます。どうですか？嬉しいです。ちょっとこういうシチュエーション慣れてないんで、どう振る舞っていいかわかんないんですけども、うん、すごいありがとうございます。カメラ持ってるから少し落ち着くでしょ。めっちゃ落ち着いてる今。なんかこれがなかったら多分自分じゃ保てないんじゃないのっていうぐらい、すごいもうほんと嬉しいですね。でもね、この状態は僕らに合わないから、はい、一回僕がここ で、ね、ペチペチ出します。いや、おかしいでしょ。そんなとこでやったらやばいし。これ、ここ、地上何階建てよ。ちょっと、わたるこれ、やばくない？すごいよ。ほら、下。やば。あ、あそこあれじゃん。どれどれ。我が地元。ああ。ね、ちくわタワーあるよ。ちくわタワーっていうか、アトラスタワー。中目黒のね。そう。すごい、東京ってこんな明るいんだね。確かに、こんな高いとこ初めてだもんね。てか、実際どうだった今日。いや。ここで。いや。ここがあったでしょ。いや、怖いよ。何にされるのかなって思ったもん、ずっと。そうだよね。うん。だっていつもさ、うん、なんか激辛とかさ、うん、なんかもうほんと、臭いとかさ、なんか五感を刺激するドッキリ系が多かったからさ。確かにね、初めてだよね、こんな経験。あ、今すごいちょっとね、やれた感があって、満足してる。あ、来た。お願いします。お願いします。やば。すごい。すごい。よし、来たそれ。来ましたね。満足つけましょうか。はい。封しないとね。そうだそうだ。風なんてもう全然しないよ。マッチで。おしゃれさん。なんかもう全てがおしゃれに見える。こういうとこに来ると。マッチとか吸ったことはないんだけど、あんまり。こっちが摩擦か。もう全然俺やっちゃうよ。やめろ。おお。一発でいくと。なんかエモいね。あ、今自分で消した。わあ、すごい。ついてますよ、先輩。来た。じゃあ、誰か、封するよ。いいよ。おめでとう。はい。優しいな。響くね、拍手が。実感した。28歳になったっていう。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、このろうそくを取って、はい、ケーキを食べよう。じゃないでしょ。腕にこのロー垂らすんでしょ。ああ、SM プレイ。そう。やってみようか。いいです。俺、このロウソクのさ、ほんと生クリームついてるやつ舐める派なんだけど、どっち？舐める？あ、舐める派、舐める派。ね。ここうまいよね。あ、やっぱあれか、誰の地元もそっちか。うん、そうだね。地元によって違うんかな。じゃあ、食べましょうか。はい。いただきます。いただきます。このおしゃれな水。うまく感じる。わ、すごい、なんかうまく感じる。エベレストの水って感じする、ね、てかそもそもさ、うん、こういうこと、いつからしようと思ったの？うん、なんか検索したら、あ、いいなこれって思って。あ、なるほどね。そうよく思いつくね、うん、これって何？こう、あ、それとももう私たちしかいないから好きなように撮る？二人だからもう、ね、ざっくりいっちゃおう。ざっくりいこう。このままね。はい。おいそういただきます。いただきます。板チョコ食べて、板チョコじゃねえ。板チョコプレート。じゃあもらうね。チョコプレート。はいはい。うわ。はい。なんかこういうことするのパセラぶりじゃん。ああ、忘れてた。
ただきます。もうこのインパクト強すぎて忘れてった、うん、どうぞ。ケーキマスター、うまい。うん、しつこくない甘さ、うん、あ、ほんとだ。おいしい。ナッツも香ばしくて、うん、おいしいね。28歳になったじゃん、うん、どんなことしたい。あ、これ私は聞かれる。そうだ、逆だね。じゃあ28歳になって、はい、まあ、今年の抱負だね。どうですか。それは渡君と楽しく過ごすこと以外何もないでしょ。だってびっくりしたよ、8月13日誕生日じゃん、うん、で、今日16日じゃん、うんうん、あれ？もしかして私忘れられてると思ったの、最初。連絡なかったから。で、ちょっとあの後さ、少し大人げないけど拗ねた感じになったじゃん。うんうん。で、これびっくりしたの、ちょっと。追いついてないじゃん、いろいろ。うん、びっくりした。ずっと探してくれてたっていう感じ。だって、ここすごい人気じゃん。うん、取れないじゃん。しかも今お盆真っ只中で。もともと誕生日でさ、お盆だからさ、学生時代からさ、友達とタイミング合わないで、定評があったんだけど、うん、13日生まれなんで、うん。もう前々から。結構。2ヶ月前かなぐらいから考えてて、でここ撮る大変さも分かってたけど、調整した。なるほどね。そしたら空いてたから、ね、本当はね、誕生日当日が良かったんだけど、人気すぎて撮れなかったの。あ、でもここでやりたい。どうしてもここでやってあげたいっていう思いがあったから、そう、16日に。ありがとうございます。いいやつじゃん。うん、交換投げに来ました。うん、いいやつだ、いいやつだ。幸せだ。どうしよう、もう地上に降りられないかもしれない。この感覚味あったから、ね、いつももうサイゼリア大好きだからさ、ちょっと戸惑ってます。今から、うん、簡単にちょっと部屋案内するから、まだね、俺自身ももらってないから一緒に。そうなの？せっかくなんで。すごくない？聞いてください。広くない？こんな旅館泊まったことない。あ、ホテル泊まったことないよ。見てこれか。すごー。大人だよ。大人。ここが、え、2個あんの？洗面台。やば。で、この奥がトイレ。てか、トイレにさ、うん、体重計あるんだ。え、あ、それ死んだこと、すごい。お風呂。これお風呂。ガラス張り。やば、エロティックじゃん。今日はだから、そうだな。ガラス越しにペチペチダンス。いやいや、やばいじゃん。で、こっちが今日のところ。てかさ、すごくない？こっちの部屋も。オーシャンビュー、何年っていうのこの、ちょっと。何ビューこれ。何ビュー、うわ、ビューでしょ。ビュー。すごくない？やばいよ、ね。普通これで一室でも十分すぎるよ。豪華すぎるけど。キングサイズじゃん。ふっかふか。やばー。今日これ寝れるっていう。はいはいはい。え、ちょっとアダル君撮って。青木もダイブしたいから。ああ。全然へこまないね。でしょ？うん。そりゃあ、だって青木はもう30キロ台ですから。これが寝室でございます。あ、え、待って、これ化粧台？てかパソコンデスクみたいな。まあそうだね。夜景見ながら仕事できちゃう。あっち六本木。そうだね。地上何メートルだ？これ、怖い、ちょっと。ちょっと渡るくんここにさ、かっこよく座って、足掛けして。ここ、足をかけて社長みたいな。夜景が似合う男だ。やめろ、クソ恥ずかしいから。似合うね。似合う。で、これテレビか。そうだね。テレビこっちにもあるし。あ、そっか。気づきじゃないかもしれないんですけど、ここにもあるんですよ。はい。でかすぎじゃない？60インチぐらいあるのかな？ 60 インチぐらいあると思う。渡るの顔ぐらいでかいんじゃない？そうだね。俺のが58インチだから、いやー、似合いますね。この夜景よりも渡るが主役だよね。東京って狭いな。はい、じゃあ青木かのんも、青木かのんも、はい、どうぞ。撮ります。はい。何ごっこだよこれ。はい、どうぞ。東京って小さいんだね。ほぼに一緒や。本当にありがとうございます。こちらこそ。まさかこんな素敵なことをしてもらえると思ってなかったんで、すごい嬉しかったです。これからもそばで支えていきます。ギャップしちゃった、ごめん。いいんじゃない。らしいらしい。本当にすごいよね、このホテル。やばいよ、見て、ほら、やばくない？見て、ほら、ほら、あ、すごくない？うん、すごい。本当にすごいよ、海みたいだよ。うん、ね、海ホテルだ。では、少しでもですね、今回はダル君の
そのサプライズによかったと思ってくださった方、グッドボタンお願いします。お願いします。あとは私のインスタグラムとわたるくんのノートも画面下からフォローお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。